で、これからあのエリックの友達のインセクトラバーの友達に会いに行きます。はい。はい、ナイスミッシュ。アコス、ヨシ。エリック、サンキュー。シーユーソン。マルミ、サラマッポ。サンドリックスの家に到着早々、部屋を用意してくれてました。とりあえず寝てないんで昼まで寝ます。はい、今日の昼食チキンとポテト、いただきます。うまそう。いただきます。うん、うまい。マサラ、マサラ、うん、Thank you。 マジうまい。まあ、これで体力回復してこの後昆虫採集行ってきます。で、あのサンドリックスが持ってるこの五本角の最高峰じゃない、あれ、What's name? ヒリコス。へー、初めて見た。何これ、最高峰じゃないの。1、2、3、4、5、五本角、こんなのいるんだ。すごい。デペルコス、あのフロムプラワン、うん、レインボーコロールサイズ。すごい。バラン、これはフィメール、フィメール、フィメール、メス。これがオスで、うん、でこれがメス。うん、バラワンいたんだこんなの。いやでもこれはなかなか探すのは難しいんだって。そう簡単には捕まえらしい。いや、やっぱね、ラダマントス。キスターゲハは綺麗だね。あの、フィメン、フィメン、すげえ綺麗。パピリオロマンソフィア、パピリオロマンソフィア。てか、これ見てみ、こんなのもいるんだね。尻尾が長い。尻尾っていうか、羽が、羽にピョーンって。ちょっとわかんないな。まあ、けど多分この柄は見たことない。結構いろんな蝶いるな。まだ見ぬ蝶はたくさんいるね。テナガコガネ。ドボンチャノス。ドボンチャノス。ドボンチャノス。で、手が長い方がオス。で、短いのはメス。これもちょっと見つけたいな。まあ、普通のゾウムシだけど、このタイプ、うん、見たことない。しかも大きいよね。うん、綺麗。うん、なんだっけこれ。なんだっけ、ね、ヒメハナムグリ、ヒメカブト、ヒメカブトハナムグリだ。あとこれ、こっち、なんだ、ゾウムシ。あ、違う、カミキリムシ。で、こっちがカタゾウムシ、アキリンコス。こんなのもいるんだな。今回これ見つけられたら嬉しいよね。ピッカピカ。こいつも光ってるけど、うん、これはすごい。本当にシステナをこの輝きを保ち続けているジュエルバーグ、すごい、ね。うん、まさに宝石やん、うん、宝石昆虫。はい、じゃあこれからサンドリックスと山に昆虫採集行ってきます。タラナ。オキピタリス初めて見た。メスは前見たよね、あのオーロラで。うん、わー綺麗。かっこいいね。クワガタはそう簡単に掴んでないな、やっぱ。アルケスのオスとメス。いやー、かっこいいね、やっぱ。うん、まあ、アルケスは最初オーロラで見つけたもんね、うん、少子だったけど。あとメスも来たりっす。
まあ、今回の旅でちょっと見つけたいね、うん、でこれがロサリス、ロサリスのメス、でこれがロサリスのオス、色が特徴だね、うん、こんなにいるんだ、フラワービートルだって、こんな飛んだ、危ねえ、これ外に出したらちょっと危ないよ、何の種類なの、カナブン、わかんない、花巡り飛んだ、うん、めちゃめちゃ飛ぶっていうか動き速いから、初めて見た、こんなんいるんだ、これはドライビートル、センパーオーキアザカナブンとか、うん、弓花巡り、あとカタツムシとか、まあ、これは見たことないもんな、うんうん、あとこのカミキリムシとか、うん、まあ、これがこれくらい行く山にいると、まあ、今夜ライトトラップするからね、うん、もしかしたら出会えるかもしれない、楽しみ、うん、ジャンピングスパイダーめちゃめちゃ綺麗で、今サンドリックスの友達のイアンと合流して、でこれからさらに山を目指して昆虫採集行ってきます。で今日ここでライトトラップで、まあ、目の前に草とか生えてるからそれカットして、あとヤシの木が邪魔だな、まあ、どうなるかわからんけどやってみましょう。ナメコ、サンドリックスがナメクワを発見しました。ちっちゃ、まあ、小さいけどクワガタがしょっぱな見つかったから捜索に、初めて知ったけど今峰 HID ライトの足ってこんだけ伸びるんです。知らんかった、めっちゃ便利なんで今上だけカットします。で今ライトトラップの布を立てる木の穴掘ってます。これは俺らじゃ無理だわ。ちょっと風強えな、あとは雨が降らないことを祈るだけだ。はい、ライトトラップ開始、まあ、ちょっと集まり悪いけどボアクと最初の動画採集、まあ、やってみます。はい、で今日の晩ご飯はアドボサカダココナッツミルク、いただきます。カエンポ、うん、うまそうだ、サラッ、うん、おいしい。でご飯食べながら待ちます。じゃあのサンドリックスにあのふりかけを食してもらいます。あの恒例のふりかけ、わさび、わさび、マサラ、うん、うん、マサラ、うん、Is it good? Yeah.デリシュ、うん、美味しい、いただきました。うまさら、スズメガとクリックビートル、クリックビートル4匹ぐらい噛んできてる、うん、危ない、ほら噛んでる、危ない、俺も噛まれる、これも綺麗だね、うん、面白い骨だね。さっき取ったじゃん。カブトムシ。なんだよ。小ぶりのヒメカブトが飛んできたしな。でマリンヌーケにはアトラスいないって言ってたね。うん、はい、黒面型スズメ。
これはもう常連になってきたな。ジャパン、です、nothing? メロメロ、沖縄はい、シミカウトのオスが飛んできてくれました。赤色、よし、シミカウト。これから、タガイします。ヘネブラでタガイ、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 タガイ。飲んでる間に、ビートルが来るのを待ちます。カマキリの子供がいました。クワツヤムシ、またヒメカブト、なんか小ぶりだな、うん、クワガタはまだ飛んできていません。俺らのライストラップでカップルが誕生しました。おめでとうございます。ワイルドで交尾してるの初めて見たな。ロングホーンビートルが来てくれました。カミキリムシ、これは白筋カミキリだね。白筋、こっちおいで、うん、いや白筋じゃないよ、白筋じゃないよ、うん、ちょっと待って、痛い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 、また噛まれてる、痛い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 、ちょっとアップ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 にして、アップ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 にして、アップしてんじゃん、早く早く、痛い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 、早くアップにして、痛い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 、早く早く早く、ああああ血が出た、もうめっちゃ怒ってる。カミキリムシは危険だってことで、はい、おはようございます。おはようございます。いやー、フィリピンの朝はほんと早い。まずあの、ニワトリの鳴き声から始まって、あの、豚の鳴き声で起こされた、まあ、とりあえず、今日は、まあ、朝から昆虫採集してきます。はい、行ってきます。はい、マガンダン馬がで、はい、今日の朝食ドライフィッシュと卵焼き、はい、いただきます。いただきます。ママがね、ママが、はい、じゃあこれから昆虫採集行ってきます。行ってきます、はい、これ前もう撮ったね、撮ったっけ、うん、あれは綺麗、羽が、いい、バイバイ。このスコーピオンが初めてかもしれない。ほら、これは初めて見たね、うん、いや、どうだろうな、毒持ってるって。これも綺麗だな、うん、太陽が出てたかな、うん、光の屈折だ、もっと綺麗に見えるんだろうけど、いい、いや、あ、まだ子供だ、まだ子供、まあけどこれでかくなったらめちゃめちゃでかい。パピリオロマンショッピン、きれい、きれい、裏は、うん、はい、お願いして、でかいでかい。で、これを持つときはライディス、いや、うん、だから今までさ、蹴られてたじゃん、俺ら、うん、イナゴ、イナゴじゃないでしょ、トノサマバッター、イナゴなの、これで、うん、なんて、で、あれいいじゃん、設定ラペンプリア、なんか、竜みたいな芋虫、すごい竜みたい、ドラゴンや、これガじゃなくて蝶なんだって。どんな蝶になるんだろう。めちゃめちゃでかいカタツムリ、うわ、買って、
クモさんが蝶々捕食してます。このバッタ初めて、初めてだね、うん、あれ面白い、うん、面白い、初めて見たこれ、うん、面白い。これあれじゃないんだよ、あのハエだったかな、ハエじゃないでしょ、アリ、アリじゃない、ハエ、てか羽あるといい、ちょっと、うん、あ、本当だ、オスのガガマントス、キシタゲハ、やっぱ飛んでる姿はめっちゃ綺麗。はい、じゃあバイバイ。カラバオさんが入浴してます。標高600m、 結構息が上がるな。昨日に比べたら全然楽だけども、筋肉痛、筋肉痛がやばい。カタゾウムシ、パキリンコス、違う、俺はメタプサイトス、オスとメス、綺麗、うん、あ、何これ、ゾウムシ、え、初めて、うん、ずんぐりむっくりゾウムシ、初めてのゾウムシだ、うん、このパターンは初めてだな、初めてだね、うん、ゾウムシ、めっちゃ小さいゾウムシ。で今標高720m で、あの冷凍機械室の時にここの、まあ、多分向こうがもう渋谷海なんだけど、防空島の人たちは武蔵とさ、あの米軍艦載機の激しい戦闘を観戦してたんだって、この山から。ここがそうなんだ、すごいね、本当ここがまあその主戦場になって、武蔵があの沈んだ場所からね、井上口艦長が首都を繰り広げた場所ってことね。あの米軍艦載機259機したさ、あの武蔵に猛攻撃して、で魚雷20本と爆弾17発、あと資金弾20発以上受けて、で9時間以上あの航行してからね、だから本当まさに不沈艦だったんだ。激闘が繰り広げられた場所がここなんだね。初めて、カミキリムシなのかな、わかんないけど、パキリンコス、うん、カタゾウムシ、これで初めてでしょ、初めて、これはいいね、かっこいい。カタゾウムシ、綺麗、めちゃめちゃ綺麗な形してるね、これも初めてだね、うん、また上がったところからかな、戻られた、おかげなくね、すごい、いろんな種類がいる、ほんと、うん、これも面白いゾウムシ、お腹が赤い、めっちゃ小さいゾウムシ、ラメがついてる、ラメ、標高900m、道なき道を歩いてます。なんだろうこれ、ババフキムシ、はい、ドット柄のカタゾウムシ、前撮ったよね、うん、最高な景色だ、うん、ないよ、うん、ないよ、で今近くの川にシャンプーしに来てます。気持ちいい、いや今日めちゃめちゃ歩いたからな、でこれから一風呂浴びます。どう、久々の川さん最高ギリギリなんか映ってるけど最高だね、うん、でそれではおっさんの入浴シーンをお楽しみください。
はい、今日の晩ご飯はラーメンとツナ。いただきます。で、これがツナ。で、2品目のお味の感想は。Are you hungry? 懐かしい。で、今夜はこのブラックライトと HID ライトで動画採取します。ライトトラップ開始で、今回はちょっと場所変えて始めたら結構早い段階でガが集まってきたんで期待できそうだけど、ここは1時間しかできないんで、その後はまた昨日やった場所で引き続きライトトラップやります。ビートル来た。クイックビートルじゃない、見て。サイロトロピス。あ、ヒメカブト。サイロトロピス。ビッグサイ。ヒメ。マハディンティ。後ろ撮って。あ、はい。ヒメカブトが飛んできました。まあ、小さいな、でもやっぱ、うん、これが小さい、よう綺麗、うん、赤いヒメカブトのオスとメス、うん、いや、山近いとそこ来るね、うん、で、今ライトアップ2人のとこ終わって、で戻ってきたら結構いるね、うん、ヒメカブトフィリッケビートル3匹、あ、4匹、フィリッケビートル4匹、うん、バッタに、ザにめちゃめちゃいる、うん、もうすごい、表面型スズメ、もう俺らなんかあの最近常連さんになりつつあるな、うん、綺麗だね、やっぱね、スタックビートが来た。スタックビートが来てくれました。これは何ですか？ドルサレス。もう今日見たやつだ。あのほら赤いやつ。あのトゥデイあのウィソードルサレス。ドルサレス。ドルサレス。イメージ。ドルサレス。うわー来た。おー超綺麗。え、以上、飛べ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 。ロドリサス、ロドリサス、ロドリサス、うん、まあこういうやつなんだ。色めちゃめちゃ綺麗じゃん。赤、うん、赤と黒の。めっちゃ綺麗。ありがとう。ついにクワガタが来てくれました。さすが今見ね HID ライト。飛ばすよ。うん、飛べ。行きます。こんな感じでマリンルーケの昆虫たちが僕たちを出迎えてくれてますよ。ありがとう。ヒメカブトが5匹の、うん、あ、5匹も来た、うん、メスばっか。スティックインセクト発見。めっちゃいるやん、うん、朝鮮カマキリかな。何にかまってるかな。バイバイ、はい、ダイビングビートル。ゲンゴロウが来てくれました。水生昆虫。ゲンゴロウかな。水生昆虫。このカマキリも見たことない。しかも動きが速い。目玉ヒョウモンカマキリだよ。あ、これはオーロラで見たやつ。うん、鼻カマキリ。あ、あ、鼻カマキリ。で、ほら、またこっちも。え？ヒメカブトも、ほら、意識ない。
メカウドも薄い。これと、あとは、ここ。うん。メスイドは4匹。うん、メスいっぱいいる。このクリックビートルが全部あのクワガタに化けてくれたんだけど。